皆様こんにちは、ストリートファイター6の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。プレスエニーボタンでございますけれどもですね、最近リリースされたばかりのですね、モンスターハンターナウっていうですね、ポケモン GO とか作っているメーカーとこのストリートファイターを作っているカプコンさんが協力をしまして、いろんなところに行きつつですね、お散歩しつつモンスターを飼ったりとかして自分のキャラクターを育てていくみたいなね、ゲームが出たんですよ。で、自分はですね、ハマるかどうか分かんなくても、一旦その話題になったようなゲームは一応触るようにはしてるんですよね。それが最終的に自分に合わないっていう結論になることもあるんですけれども、そういうことをしているんです。で、今回も一応ダウンロードしてやってはいるんですけども、結構楽しいんですよね。おいおいどうなっていくか分かりません。そのポケモンとはそもそも、モンハンっていうのはゲーム性が違いますし、客層も違いますから分かりませんけれども、なんかね、久しぶりにこういうゲームやるからなのか分かんないんですけど、結構楽しいんですよね。で、今日もですね、1時間ぐらい外を散歩してきて、今疲労困憊も甚だしいんですけれども、ただですね、自分一応配信者、動画投稿者やらせていただいてますけども、周りでやってる人が全くいないんですよね。友達とかでも、知り合いとかでも聞かないし、もちろんリスナーの中にもやってるっていう方が、いらっしゃらないんですよね。で、もう一つですね、別の話にはなってしまうんですけれども、今やってる映画で、サンドランドっていうのがありましてね、これアニメの映画なんですけども、鳥山明さんが2000年頃に単行本全1巻ぐらいで、ドラゴンボール終わった後に書いた、作品があるんですけれども、それを映画化しまして、で、自分はですね、最初は見るつもりなかったんですけども、機会をいただきまして見まして、で、結論としては相当面白かったんですよね。純粋なエンターテインメントですよ。なんかこう裏を書いたりとかそういうこともありませんし、しかもその主人公パーティーが、悪魔の王子と、それの執事みたいなやつと、あとは、主人公のおじいさんなんですよね。そう、おじいさんとおじいさんとガキンチョっていうこの3人で最初から最後までアクションを進めていくっていう作品なんですよ。で、でも面白くてね、最近ですとそのスラムダンクっていう作品がですよ、昔のストーリーのままなのに今の技術で映像化したっていう、したっていうだけでっていうとちょっと言い方おかしいんですけれども、自分ファンなんでね、見に行きましたけども、それによってもうとにかくもう日本のみならずアジア圏全てで非常に大きなですよ、人気を博していると。で、じゃあサンドランドはどうかっていうと、映像としては全然負けてないんですよね。いや、非常に良くてですね、でもやっぱりこれも全然見てる人いませんし、なんかね、そのこう鳥山明さんが直々に何て言うんでしょうね、メッセージみたいな中で、あんまり見られていないようなんですけれども、みたいなね、自虐をちょっとねしてらっしゃるような、そんな感じではあるんですけれども、すみません、対戦始まってますね。ちょっとルーク久しぶりすぎて厳しいですよこれ。ちょっと待ってくださいね。ああ引っかかっちゃった。ちょっとチャンスあったんですけどもね。そうだから、なんて言うんでしょうね、そのゲームにしろアニメにしろ、そういうエンターテインメント作品、映画とかもですよね、こういうのが流行る流行らないっていうのは結構難しいことだなっていうふうに思ったんですよね。で、このですよ、スト6に関して言っても、じゃあ流行るかどうかって分かんなかったっちゃ分かんないじゃないですか。もちろんストリートファイターシリーズ約束されし神ゲーであることは受け合いなんですけれども、とはいえ今の時代に格闘ゲームが合ってるかっていうと、必ずしも合ってるとは思えないんですよね、個人的には。その時代がもう変わってきてますから、昔の格闘ゲームファンがもう何でしょうね、普通の子供たちだったら一旦ストリートファイターをみんなやっていたみたいな時代もあるわけですよ。もうそこからは変わっているわけで、ちょっと待ってくださいよ、ひどいな。雑談してただけなのに負けた。
いやしかし厳しい戦いですね。自分はでもガイル使ってて一番ルークが苦手ですから多分いけるはずなんですけど、あ、今回の企画はランダムでやっていきまして、2先を参照したら終わりという感じでございます。いいですよ。めちゃくちゃ投げれるじゃないですか。えい、あーやべ、投げ投げ投げ、えいちょっと待って、投げてるだけの可能性が、投げに縛らずんば工事を得ず、うっバギャン、調子乗りましたね。調子乗りましたか。よく見てる。あいたいたいた。このラウンドも厳しそうですね。ほっぽい、大事なパパすまーいここガードできたらなかなかのお手前でしたね。ただガードできないのが自分のドタバタルークでございます。じっくりいきたいですよね本当はね。全部食らってる。うわーすごい、ラッキー。いやー徹底してるな、ずっとガードなんですよね。でそこに対してその投げ抜きをしてくれないから投げをずっとしているだけ、ただそれだけでは勝てないっていう試合になっちゃってますよね。今もしっかり落とさないとな。あああ溶けた、あそう投げ抜きをしてくださらないんですよね。投げ抜きちょっと待って聞いてない。ミスった、ドライブゲージがあるのか。何この戦い、終わんないの、あよかった、あ何この戦い相手の方徹底して投げられ続けてると思ったら土壇場で投げ抜け投げで自分は息も絶えない。よかったです。交番とかいいよ。プラクティース魚ちょっと何これあーこういうの苦手めちゃめちゃ自分のペースで戦ってらっしゃる。こっち振り向くのすごいな。当たるかな、あーよかった。あのコンボルートね細かく分かんないんですよね。これリリーサルあるんでしょうか。コンボルートかなり、あーライノホーン、ヤーホスピニングランサー。今エレナのね必殺技ボイスを連呼してみましたけどね。いやーでもよかった、ワンちゃんをつかみましたよこっから。いやこれね一生いっぱいの扱いどうするかって決めてないんですが、これ濃淡でしょうね。いや今日の先は長いですが、でも雑談をねさせていただけるってことで、まあそれはラッキーと思いましょう。そうで、まあサンドランドとか、まあモンハンナウもね、まあもしかしたらちょっとこのまま流行りきらないのが終わってしまう可能性もあるかもしれませんというところでですよ。まあそれで言ったら6もやっぱその必ずしもですよ、1対1の対戦格闘ゲームがこの令和の時代に出てきて流行りきるかどうかっていうのは出てみなきゃわからないっていう自分の結論でした。もちろんワールドツアーモードとかバトルハブとかっていう情報がどんどん出てくるにつれて期待値は高かった。ただそれは自分が格闘ゲーマーだからです、そうじゃない若い方々がどう受け止めるかっていうのは分かんなかったですよね。でも結果的には、まあ、いろんな人がもうすでに、発売から3ヶ月半ぐらい経っているにもかかわらずやってるっていう、まあ、現状がありますから成功と言えますよね。龍ですね、はい頑張りましょう。そうだからなんかその、エンターテインメント作品のねその流行る流行らない分岐点ってどういうものなんだろうなって、そういうのねすごく考えてしまいましたね。少なくともそのポケモンじゃないや、もうポケモンって言ってる時点で自分はモンハンナウのことねよくないですよね。ちゃんと評価してない節がある。
付き合ってしょ出ないのしょ出た。まあですからね、そのどういう部分が評価点になるのかっていう、遅らせしゃがみチャンクキック、自分の竜はぬるい竜、安さの電動コンボがぬるいわい。しょしょしょりゅうけんせいやいやいや、あ、大足は卑怯コンボですが安いとかそういう次元じゃない見てるぜ。何登りジャンプ、登りジャンプ立ち大パンチ違う、登り弱パンチっていうのか。あー効いてない、効いてる、減ります。お、ここを使ってくるリーサルではありませんけれども、バーンアウトが目的。しかしこちらもシンショ、あ、嫌な予感が。あー痛い。あー、え、何これ今これ何でダメージ受けたんですか。最後あんな一押しありましたっけ。もしかして尻にコンクリートが刺さってってことでしょうかね。あれ返せません。いいですか、そこだ、ドタバタ当たる。これね、殴るとき膝も入れてるんですよね。ひどい技だーすごい男だ。竜巻戦、嘘です。あれ来い、自由竜巻、エスパー的なインパクトを結構打つ方、このレートでいらっしゃるんですけれども、まあ、その当たるときもあるでしょう。いいことだと思います。でも当たらないとき良くないことだと思いますつまり良くないと思います。せいや、勝利のぶっぱよりもぶっぱですからね。いやすげえ減る。嘘、ちょっと遅かったか。あれマイナス8フレーム、チラシは届くはず。生きてる、これね、ありますよ。そう、いや、これね、今何パンチでした？中パンチ？弱パンチかな？多分はそんなに対空的な技じゃないはずなんだよな。いやー、これはいけますね。これいけませんね。出れた、いいですよ。とりあえず入れましょう。もうこの体力差ですからね。しかもクリティカルアーツでございます。いやー、この後どうだろうな、わかんないな。わかんないやいや、今の選択肢は我ながらグジョーメン。なーにしてんだ、登りジャンプジャックキック大パンチ。しょ、ほらエスパーすぎる。ラッキーアタック、あーすごい食らつぶした、減りすぎです。やっちまった、終わったか、見せてくれ、何が起きろ、起きなそう歴史を感じました、負けです。いやはや
竜にもね歴史があるんですけれども、しかしこのマリーザが言ってるのは自分自身の戦いの歴史ではない、このねパンクラチオンとしての歴史なのだと。中国4000年、そういうことを言いたいわけですよね。あれ地上ぐらいだろ空中かと思ったよ。ピチャ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 、嘘、撃っちゃうぜー、はいいいよ、キゼメジ、さあ、ガッチャー、ビンタです。ダメ足なんだよな、撃って、ここは即答、無理、サファリパーク、すごい飛ぶじゃん。多分ね、この方本当に、そう、インパクトだけでここまでレート上げてきた方なんで、なんか本当にそうですねすごいことだと思います。いくよ。でもこの方は本当にそのマスターにこのままなろうとしてらっしゃると思うんですけど、そっからですからね、真の地獄はそこから。俺だって俺だって適当です。ショリュッ、ショ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 お互いバレ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 これをゲーム実況と言っていいんでしょうか。この試合中何回ベロベロバーって言いましたかね。ただね、分かってほしい、普通に喋るじゃないですか。で、戦いの中で感極まってうっとかあーとか参ったーとか言うじゃないですか。その先なんです、このベロベロバーは。ですから、まあ、皆様からしたらですよ、耳障りかもしれない、お食事中にこれを見ている方、お風呂に入りながら見ている方、子供をやらしながら見ている方もいらっしゃるかもしれません。そういった中で求めているのはこういう声じゃないよと、もっとしっかり喋ってくれって、そういう気持ち痛いほど伝わってまいります。しかし自分もですよ、人間ですから、一個一個の体制に対しまして冷静でいられないこともあります。その人間味というのを楽しんでいただきたいなっていうふうに思いますし、今のこの自分の気持ちについてこの語っているこの流暢な喋りこそまさに適当です本当にすいません。これ自分のね、ちょっと特技っていうんですかね、なんか無からですよ、言葉を、繋いでいくことが可能です。で、おそらくなんですが、持続は5分から10分ぐらい、持ちます。ただそれ以上やると噛みまくり始めるんで、なんかね、頭もそうですし喉もなんかこうトランスしてきちゃうんですよね。だからちょっとこう行き過ぎておかしくなってしまうんですけれども、はい、まあそう、対戦しながらちょっときついかもしれませんけども、まあそういう回もあってもいいかもしれませんよね。でもなんか過去にずっと喋り続けるスト6実況みたいな、なんかかなり昔やりましたよね、2ヶ月前ぐらいに。おいしゃー、よかった、やべし、これどう出るんですか、こうか、大気いって、いきなり投げ、そしてヨガフレームバナイバリバリ、なんかしかもおいしになったし、おやおや、やべえ、さすがに怒られた、おいよ、あ、なんか体力、相手の方めっちゃ減ってきてますよ。うそー、これはひどい、減りすぎだ、おいおい、おい、絶対体育で勝てる、おらん相手の臓物をひねり出すかのアッパーカット、そしてこちらも火を吹いてその後消毒と、ヨガワチ、ヨガワチ、やりすぎ、ほっ、あ、なんか勝利券打ってた、よくないですよ、
波動拳見てから台足が入るはずなんですよ。あーまだやっちゃったが、何していいか分かりませんので、レベル3直で入れましょう。ペロ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 、君の体は生めかしい。おいや、お、バーンとしましたよ。これだ、何、どうしたいいぜダルシム、君こそまさにゾウ使いだぜ。ちなみに自分はね、タイに旅行に行った時にゾウに乗ったことあるんですけれども、今でも乗れるんですかね。むちゃくちゃおすすめです。ミスりました。なんかね、そのありえないじゃないですか、そのゾウの高さからこう周りを眺めるっていうのが。マジで良かったですよね。ただあの定期的にゾウがあのドサドサドサってうんこするんで、それが本当にちょっと面白いなって思いましたね。すごいするんですよ。あ、ゾウのうんこ、あーゾウよくよ。ビヨビヨ、あ、やべっち、あ、そうだ、覚醒です。出ろ、えいよし、イトライ行ってこい。あー、すっごいいいことなかったけど、相手の方波動拳を連打していた。そして自分が裏に回りますとコマンドが逆になるので、波衝撃波衝撃波気脚波気脚、ラッキーです。やば、何事もなく画面足に行きましたね。ほっ、おいしい、よかった。絶対体育おらん、もう絶対体育じゃない。変なんでた、絶対絶対オーバーザフューチャー、わーかなりきてる無敵のパワー。いったー、マジか。今レベル3を打とうと思ったんですが普通に昇竜拳食らいました。しかも今自分が昇竜拳食らってるけどモーションを自分でやってしまったがためにマイクから口が離れまして、そして音が遠くなるという、ね、現象が起きましたよ。よかった。返せません、そんなもん。あちょ確定だ。あー、今絶対インパクトだと思って、あ、え、あ、どこに行く、あった、あ、やばいやばい、あ、ドタバタしてきた。こっからですよ、ダルシムのヨガの神秘はインドの火曜日。それがいいんですよ、それがって、アブドルも言ってましたもんね。おかしいな結構対空で落としましたよね。なんかその対空で落とし続けた結果、相手の方が結論前飛びっていうのがやはりね、しっかりと勝ち切っていくには大変なことからの、あー、立ち中キック上に出るっていう、なんかそういう気がしちゃった、今間違えたな。ほらい、いてててて、あいたなんかバーンアウトさせた後の方が、あー間違えた、後ろ強パンチだ。こうねえ、バウンドさせた後すごい、もうすげえ減らされた。じゃあこっちがバウンドしてたら減らせるってことですよね。あー今テレポートいけないかなと思いましたけど無理でしたね。こっから負けるんですか、すごい無理今日って何勝してましたっけ、ちょっと今日何勝してましたっけ。1勝はしたはず。
誰でか分かりませんけども、確定です。ガンガン、いってーいいよっ、あ、ミスちゃった、あ、いろいろミスった、いけてて、もうバウンドした、終わったやろう、あー、バレてるが、リトライリトライ、あ、そりゃそうだあれ、ちょっと待ってくださいね。いや、でも今動画収録時間で26分ですから、多分この負け方を見ますとおかしなことではないはず。つまりまだ1勝しかしてませんよね。確か、最初の試合が1勝1敗で抜けてしまったので脳幹、そして誰使ったか分かりませんけれども1回勝ちました。で、今の試合負け越してしまったルーク、そうか、ルークが1勝1敗。結構ね、お話とかしながらやってますとね、これ意外と忘れちゃうんですよね。一回確認してもいいですか一回収録切って確認してもいいですか。てか長すぎですからね、これね。許されないかな。そんくらい暗記しとけよっていう、皆様のね、熱い視線が今降り注がれてますけど。あれ、相手の方の名前、これ、ハンターハンターかな、うん、まあ自分もね、スシローですけども。今、割れながら意味わかんなかったな。自分はスシローですけれども。あれ、めくりって何だっけ、あれ、めくりって何だっけな、ジャンプ中継。あー、わかんねえ、絶対違う、かっけえ体育、最悪、え、撃つしかないもん。さすがハンターハンターに出てくる、ジョーの中ぐらいのキャラですよね、強さ合ってます。あんまりよく知らないんだよな。何しましょうかね。君でいっぱい。ガキャン。ついてない。ああ、バウンドしたな。深いな。終わった。行くぜー。なんか。ジェイミー、久しくいいとこ見せてないですよね。ダルシムよりは勝てるだろうっていう感あるんですけど。早く、ゲージ、あ、来たか、これ。もうバーンアウトしたんですけど、畜生だよ本当に本当みっともないとこ見てたな。これどうやってガード崩すんだろう。こういうのかな、
って対空をしっかりする。まあ無理に攻める必要ないですよね。体力勝ってるわけですからね。よし、一杯を無理やり飲めた。あ、違うわ。はい、しゃがみ強キックだ。思い出した、思い出したぞ。そうだ、それで飲むんだ。甘くはないでしょ。調理券寝ないなあ。まあ今ね、ブッパの音が聞こえてくれてたらそれだけで満足です。自分は結構ねぐちゃぐちゃ入れてたんですけどね。あ、そうか。ロッキーです。嘘、投げ抜けなんだ、すごいな。いやー、それはちょっと読めなかった。最悪だー。誰でやらー、最悪すげー。今チェミーの顔見ました？見てなかったら巻き戻してみてください。すげー顔してました。負けるなー、負けます。ジェイミーね、まあ、ちょっとどっかのタイミングではまたリハビっていきたいなっていうふうに思っているんですけれども、多分まあ普通に投げと打撃の二択をやってくだけだと思うんですよね。でもなんかその自分の動きが拙いから、なんかこうラッシュ強パンとか中足波動 P とか、なんかそれがもう出せてるだけでもう満足みたいな、いっぱいいっぱいな感じありますよね。キンバリーもなんかすごい懐かしいって感じですよね。久しくやってないからな。いや、とりあえず1勝しかしてないっていうことでやっていきましょう。いやでもね、やっぱりね、ちょっとランダムでやるにはちょっと厳しくなってきてはいますよね。だから今、キャラクターで言いますと、まあ、それこそガイルとかリュウなんかは比較的やっています。でもしくはマノンとかザンギとかは使えはします。だからそういうのを引いた時はまあまあまあって感じなんですけども、やっぱそのダルシム、チュンリー、JP っていうこの3使えないキャラ3強と、まあ、あとはジェイミーとか、あ、ブランカなんかも大当たりですよ。大当たり。ブランカとホンダはもう神本当に神々しいですよ。負けたらもうなんか、ああじゃあもう負けですって感じですからね。バレてます。ロコロコロ、まあ無理せずコロコロしていきましょう。まずいな。うそ、ミスったわ。あ、どうした？あーですよね。ラッキー。あー、マジ？やっち。いや、勝てると思いますよ。はい。またあのドライフラッシュにもダブラリ入れてましたね。こんなか。この距離なら絶対ダブラリされません。だからむしろ近づいていってローリングありかもしれないよ。なるほど、あれをグラップしてくるのか。いいですね。あと一発ガードさせればバーン。
いいですね。あーすごい見てる。撃つぞー撃つぞー精神年齢今すごく、まあ25歳ぐらい下がりましたね。25歳下がったら今43歳だから、18歳。あ、18歳の時こんなだったか。入れてるつもりなんですけどね、やっぱビビっちゃってるからちゃんと入ってないんでしょうね。これ聞きましたね、さっき。これめっちゃ見てるっすよね。やっちそう、これね。あーでもなー、最悪だ。もう最悪、マジでなんてこと。いやー厳しいな。うそー、これマジか。いやいけると思いましたけどね。でも負けといてなんだって感じですけどね。その投げ抜けを結構丁寧にやってらっしゃったじゃないですか。でいわゆるシミーっていうテクニックがあるんですよね。投げに行くと見せかけて下がると。で相手の投げ抜けを誘いますと、このゲームはパニッシュカウンターというのがありますから、相手の投げ抜けに対して攻撃を入れますとすごく、ね、大きなダメージにつながるわけですよ。で後ろに下がるっていう方法もあるんですけど、まあ、垂直ジャンプするっていうのもあって、で自分はそっちが割と好きなんですよね。でも全部ダブラリでしたよね。うーわこれ終わったいやちょっとこれ今日終わりませんね。これ入ったな。いやーこれわかんないな。どこでなんかそのダメージ与えられるポイントなのかわかりませんよね。そうこうしてるうちになんか攻撃ガンガン食らっちゃいそうな気がします。100巻に対して何をすればいいか分かんないんだよな。あっなんだこれ。あら、最悪だ。あら、あ、え、なに、なに、相手の方な、それは、え、何でしたっけ、あの技の名前なんかと間違えたのかな。いいね、イエまあまあまあ当たればいいや。そうか、こんなのもドロシアすぎるこれね、大いちょうなんか避けたとて何していいか分かんないですよね。いやはや、まあでもこうなると思いますよね。いやこれねちょっとね2勝は無理だと思います。でもダメージの取りどころが分かんないというか。あれで、あれ何のミスなんでしょうね。無理か。はっけよい。まあこれはしゃあなしですわ。そもそもホンダに対しては特殊な対策というのが必要なんですよね。でその自分が使えるキャラの中でどこまで対策できてるかっていうと結構できてないんですよね。特にナルシムなんて伸びた手足にもドスコーイみたいなところありますからね。いや、結構あるぞ、これ。いや、いや、でも、いや、これね、なまじ勝つと、この後2敗するって考えると、ちょっとね、これ一生扱いなんですよ。そう、ルール、皆さん、ルールブック読んでください。
2先で勝ったら1勝扱いなんですけれども、1回勝って相手が抜けた場合は2勝扱いにする。なんでかっていうと1勝半 0.5 勝扱いとかにするとわけわかんなくなってしまうから。ところあ、やった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 、40分あるぞ。え、ちょっと待って、ちょっと1回録画切りますね。まだ2勝しかしてなかったですね。いや、これね、すごい雑な企画なんですけど、なかなか厳しくなってきた。しかもですよ、このペースでやってるともうそのマスターまでなっちゃうわけですよ。でマスターになっちゃったらですよ、もういよいよね、動画の企画もういよいよですよ、ミッションコンプリートってんさ。おらっす。え、なんでだ、なんで食らうんだろう。いいよ、スワイ、あはんはん、すごい反応だ。あ、実はね、あれよりもしゃがみチューパーしゃがみチューパー様のが減るんですよ。自分で調べました。ミスった。あー、どうだこれ。いや、これね、サマーだと思った、サマーだと思ったんですよ。でも前ダッシュしたらガード間に合わなかった。そりゃそうか。これね、組み合わせとしてはきつい組み合わせなんですよね、やっぱガイルやってても。やりやすくはあるんですけども、まあ、とはいえですよね、攻撃は当たってるわけですから。でもね、インパクトは打っていきます。返されてもね、アルケンスワイ、あ、やっちゃった。あ、逆に逆に魚なんか強形とか使っていって牽制に使えるんじゃないかと思った最初の強形にインパクトでした。バレバレでしたね。さあでもジュリーだんだん思い出してきましたんでね、いいですよ。これ確定ありますね。ダメだ、これはダメ、これはダメ、これはなんか楽になりたかっただけのインパクトなんで許されません。どこ行くの？あ、結構美味しい。やった、バウンドさせたぞ。そしてこっちはバウンド溶ける。えい、いいよいいよ、ほいほい、ぜっ、なーによそれ。それだけはないでしょ。サムソンじゃないでしょ。マジか、おいしょ、そうかな、いやこれね、おいしいですよ。ここ勝たなきゃ男じゃない。てめえの出番は終わりだ、弱点はない。これ上とか下に蹴り上げる必要があるのかどうかって感じなんですけど、スーパー武闘伝ですよね、やってることって。メテオストライクって覚えてらっしゃいますか、まあ、結構なんかこのストリートファイター6って過去の格闘ゲームかなりオマージュしているところあるんですよね。あの酒飲んだら技が増えるとかっていうのはバーチャファイターですし、あとそのやっぱりチュンリーのね、いろんな構えからの派生とかもあれもやっぱバーチャなんですかね。まあいろんな作品のエッセンスが入ってる、まあ、集大成的な作品ですよね。サムソンじゃないのか、そこはサム、そうせ、あ、やば、早いな、なんだかラッキー。え、サム打って、対空打ちます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 、
よしよし。くんな。投げます。やった。ゲージは？うっ、最悪。座れ、そりゃそうだ。いや、超来るじゃん。飛び越え。あ、早い。ラッキーです。これ勝ちます、僕。いけるいける。いけるぞ。あん。ここ。だよね。いや、コパンに負けるような策じゃないんですよ。そう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 。無形術使った魚。うん、そう、ラッキー。ミスった、最悪。いやー、どうする、ゲージがない。あー、もう無理。相手の方？まだ2ラウンド、もう1ラウンドありますよ。でもね、自分もよくやるんですよ。2ラウンド目なのに、はい、これリーサルだからスーパー3でかっこよく決めようとか言ったら、あ、ラウンド3ファイとか始まって、ごめん。ほら、これでダメージが通るじゃないですか。ゲージの差あります。よし、一気にテンション上がってきたぞ。強キック打ちます、強キック。パッ、あ、すげえ。ほっ、からの、はい、はい、うそー、終わった。ほっ、遅いの最悪。やった、嬉しい、マジでやって嬉しい。花一問目って感じでしたね。やった。でも最後の最後のサマーだけはちょっと分かんない、落ちないです。はい、いやー、ロリポップキャンディーはベヨネッタのたしなみ、そうか、ベヨネッタリスペクトでもあるわけですね。あー、よかった。すげえ長かった。これ毎日やるっていうのはですね、自分の体が蝕まれていく。でもこの蝕まれた体をですよ、まあ、逆に皆様に捧げていくっていう、そんな人生もありかもしれませんよね。はい、ですから、この配信見ていいねを押してくださっている方には自分の右腕、またいいねをね押してくださった別の方には左腕っていう感じでね差し上げていきますんで、はい、ぜひねちゃんと食べて大きくなってください。そういう感じでね、ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。やっぱ勝てればね、テンションも上がります。